いやー出たわ、もう出た。いやー何だよ。いやもうあのクソったれみたいな収容所から出てきたったらよ、ほんまに。いやー出たらどこからよ。ほんまに、チーノとか男。ほんまに調子乗りやがってよ。わかるわ、今日クソやったわ、ほんまに。マジクソあいつ。いやでも言ってますね。ぶっ殺し正解やったな。いやでもさ、そういえば状況もそうやけど体調もクソじゃなかった。体調もクソだったよ。俺この後が怖いからそれ言わないもん。そうだな。いやまあ状況はクソだったわ。状況はクソだったけど状況がクソだったわ。いやてかあの防衛隊とかいう組織そのものがクソだったわ。そうね、ほんまにもうあんなクソったれのこと忘れてや、みんなで、うん、ハワイ行こうぜ。え急ハワイ、いや、明暗ではもうほら俺らの心を癒すために、そうそう、洗い流してこう、海でいいね、天才、海、酒、女、ハワイだわ。じゃあもうこのまま空港行く。待てこの格好で行くな、マジ。さすがにおかしいやろ、空港にこのロケに行ったら。てかバレるやろ、これ、多分。さすがに脱走のことも多分伝わってると思うから変装せなあかん。確かに。ああ確かに変装がいるな。変装確かに。おじゃあそれちょっとパもう行こう、もうパクリに行こう。せやな、もう俺ら確かに。あんたたちで捨てるもんないからな。そうだよね。金もないしな。そう金もないから。だから服とその現地の女に貢ぐものとあと食い物ぐらいはちょっともうパクリに行こう。もう。ついでにそれ。ついでな。あと金も持ってるから。金いるわ金。渡航費とあと遊ぶための金がいる。じゃあ国会議事堂乗り込むこれで。待て。デパート狙うよ。もっと簡単に行けそうな場所。俺あんまりこの街のこと知らんねん。どういうロボロなんて言ったお前今。田舎のデパート狙うんや、警備が。うわ、ガチ犯罪者や。ガチやん、これ。ガチだ。ガチやん、これ。ガチっぽいわ、それ。やべえな。あ、伊達にお前、マスハラしてへんぞ、こっちは、お前。何マスハラって。デパート何の関係が。え？女性に指導してたらやな、マッスルハラスメントで訴えられて、俺はあそこに収穫。マッスルハラスメントってあれかやろ、トレーニングを強要することを指す。そう、あと1セットできるよって言ったら、女性が泣き出してもうたんや。それは泣くわ。まあ男性も泣くんですけどね。トレーナーやのに訴えられんの。そうですね。でもすごいな。いやでも確かに明暗やわ。突っ込もうぜもう。行こうぜ行こうぜ。某映画みたいにほらもうデパートにこのまま突っ込んで、あのダイナミックセールだ。この選手で。お 100% オフセールやったろうぜ。セールやるぞ。セールガーン行くんやな、セールでガーンって。ガシャン行ったらガシャンって。じゃあ行きましょうか。突っ込むか。おっしゃ、じゃあ、ロボロ、砲弾と燃料と入れてぶっこんだら行ったれ。はい、燃料よし、砲弾よし、行くぞー行くぜー行ったれーポチーゾーンF.E. 入れんのかよ。交換消防。じゃあ、ロボロ、突っ込んだ時の音、セリフでちょっと F.E. 入れてや。キロ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 もっと絵頭みたいに。よっしゃ、突っ込んだったわー。もっと絵頭みたいになるでしょ。今のじゃまだ入りきれない。まだ壊れてない。まだ先にそこ入ってたけど。キロ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 。入った。入った。これ入った。突っ込んだ。これデパート突っ込んだし、これもう。じゃあもう出て中入ろうぜ。もう突っ込んだし、これ。いや、もう奪いに行こうぜ、もう。じゃあ突っ込んじゃってる。お、生きてるやん。お、生きてる。おっしゃ、仲間やろうぜ。バッチリやんけ。突っ込んじゃってるやん。とりあえずまず服着替えよう。服着替えよう。服着替えよう。オッケーオッケー。金、女、酒。うわ。だから買えよう。え、ブツ先生いらないんでしょ。あ、穴開いてるやんけ。入れるやん。こっから突入できんの。いいぞ。お忘れ向きじゃねえかよ、おめえは。じゃあ、ちょっと戦争だ。あいつマジで言ってね。ほんまにしよう。ああ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 あいい感じあるよ。いいじゃん。いっぱいあんじゃん。あんじゃん。ここ空いてんじゃん。ここ空いてんじゃん。ちょおいじゃん。ここなんだ。臨時ニュースです。我々駐屯地から6人の男が脱柵をいたしました。男らが逃げ込んだのは郊外のショッピングセンターとのことです。
いやー着替え終わったし、あとはロボロだけか。いやココナッツスタイルみんなおしゃれやな。いやみんな、じゃあ似合うるわ。今度お前サンディングリカしとるで。かっけえ。ちょっとお前おじきみたいやな。おじき。いやもうこれから俺のことはおじきで呼んでくるや。完全にやるぜ。組み込むやもんな。ピクトさん、ピクトさんどないしたんですか、はい、それ。ほんまに。いや、バディ。ちょっとあのみんな引かないで聞いてね、ちょっと。はい、それ口元なんすかこれ。これあの女性もののパンティーなんだけど、これちょっと落ち着かないんだよな、やっぱないと。しかもあれですか、選ぶの真っ黒なんですか、うん、やっぱ黒ってエッチじゃん、やっぱあーツースね、ピクトさん、僕ベージュが好きですババ臭い下着が一番好きでね。いやでもそろそろロボロ終わるんちゃうか、そろそろ。まあ確かに、あいつ遅いわえぇ、ー、いや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 仕上げすぎだろこいつ。変わってんだお前。ちょうどいいじゃん、それプロしかなくて。いや、お前も仕上がりすぎやろ。いやいや、今回の訓練も捨てたもんじゃないね。仕上がったよ。え、でも待って、お前さ、前防衛隊の服着てたやん。いや、あれはやっぱほら、軍人用に作られてるから伸縮性があるしね。あ、なるほど、あ、なるほどね。なるほどね。僕はね、あの生地がダメだったわ。あ、まあ、本当になるとね、やっぱ一般人向けだ。シャッターが何？ちょっとどういうことだ？おい待て待て、ちょ大丈夫か、入り口警報乗ってるんやったら、とりあえず入り口見に行かんとやばいんちゃうか。あそこにおるのはまずいな。てか待て、てか待て。てか、あれか、ちょっと待って。パクれるもんパクってか。そう、今のやつ、パクれるもんパクってか。今のやつ、パクれるわ。あ、ここちょっと待って、なんかここになんかマネキン変身セットってあるぞ。何だこれ？何だそれ？なんか6個あるし、とりあえずみんな1個持っとこう。みんな1個ずつパクってこれ。とりあえずなんか、このファミマのチェストにあるぞ、この。肉食うとこ、肉。いや、ちょ、腹減ってるしな、今。あ、これ食えるわ。あ、昆布美味しい、昆布美味しい。どこにあるどこにあるここに昆布があるぞ。肉、肉、肉。おお、大先生。大先生。あ、そうそうそう。あ、昆布。あと、変身セットもね。あと、肉、これ、一応分けとくわな。お、サンキュー。ちょっと肉がめすぎやろ。おい、ちょっと俺にも肉くれよ。全部取っていったな。あ、うまいやんけ、お前。昆布もあげよう。こっちは、なんか減ってねえ。おい誰取った、おい俺の昆布取った、誰取った、誰取った、食いしん坊が肉がめへんでどないすんねん。あれちょっと待って、ロボロは、あ、ロボロ、ありがとう、ありがとう、お前面白いわ。おい待て待て、おいそれも大事やけど、おお金がある、なんだこれ、金ある、いいじゃん、おいパクってこの金、おいシャッター閉まってんぞ入り口の。ええやば、え、どっから出られへんよ。いや待ってくれ、あれ？なんか待ってくれ、メモ見つけたんやけど、あのシャッター、なんだ、おーなんだ、なんだお前、なんだお前、なんだなんだ、チビたちは、なんだチビ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 は、ここに光のお客さんだか、ここは。あ、違うんです、違うんです、いや、ちょっと僕らも警備員なんですよ。ま、待ちなさい。あれ？なんか待ってくれ、メモ見つけたんやけど、あのシャッター、なんだ、おーなんだ、なんだお前、なんだお前たちは、なんだチビたちは、なんだチビは、なんだチビは、なんだチビは、もう一回のお客さんだか、ここは。あ、違うんです、違うんです、チビは、いやいや、ちょっと僕らも警備員なんですよ。ま、待ちなさい、やべ逃げないと、やべ、逃げると、めっちゃ来るやん、めっちゃ来るやん、あの人めっちゃ来るやん。お名前は？僕はラダヤマ。紹介してくれるんや。僕はラダヤマ。いいやつだ。感情がなさそうやな。感情死んでるな。なんもないやんけ、この箱しけてんな、マジで。すげえ、シャッター降りるやん。え、マジ？おい、箱の中にファフトバー入ってるやん。ちょ、金パクってからパク、金。パクってこせ。いや、ハワイで使うからな。確かに、パクれるのパクってこ。めっちゃ肉入ってる。やば。あ、おい、そこのパン使うってやつ。おっと、誰かな？お前ら、やばい、おい、丸見えだぜ。やばい。やっぱ金っすわ。いや、金。やばい、金が。やっぱ金って感じで。待てー。やっぱ脱出するための金を稼がねえとな。おい、みんなどこ行った、みんなどこ行った、みんなは。おい、あれ無印やめろ、無印やめろってなんだ。無印お前ら回転しないんだ、無印は。お前、あ、他回転してんのかな。気をつけろ、トム、気をつけろ、トム、警官が来てるぞ、気をつけろ、トム。お、じゃああいつらが追われてる間に俺はしめしめといろんなものをパチやってもらうぜ。ラダイは前に目ついてへんから、目で見てへん。いや、ちょっと待ってくれ、
メモ見つけたんだけどさ、シャッターを開けるにはジャッキが必要って書いてますよ、これ。ジャッキが必要だって書いてますよ、これ。おい、俺も何かメモを見つけたぜ。何て？なんか米印1って書いてる。あ、俺もね、どんどん同じやつに来た。8、米って書いてあるの。なんだろう。ってことは、8、ふふ、1、間違いない。これは801、やおいですね、勝ちましたわ。なるほど。単純。なんか暗証番号とかじゃんけ。今後必要になるんかな。分かった。多分せやろな。俺の今まで培ってきた人生経験から言うと、この3桁の暗証番号を入力する金庫があってやな。それを開けると多分ショットガンが手に入るに違いない。ショットガン？バイオハザード。バイオハザード。え、パーフェクト。ジャッキを手に入ったぞ。何？ジャッキを手に入ったぞ。え、これはでも、ジャッキは無料シャッターは開けられないって書いてるな。別のとこか、じゃあ。雑魚やん。でも大丈夫、ジャッキとロボロの筋肉さえあれば。そうそう、任せろ。確かに。てかロボロ、お前その筋肉があるんやから行く。ちょっとすぐ見つかる。助けてみんな。パンツ開けるから、パンツ開けるから。パンツ。ちょっとエッチ。黒エッチ。パンツ置いていく。パンツ置いていけばいいの？パンツ置いていけばいいだろう。許して、あ、パンツ脱ぎたいけど。パンツ許してもらえるんですか？あ、でもパンツ置いていく。あ、でもやっぱちょっとパンツ離したくない。パンツだけは助けてください。お願いします。パンツだけ。でもジャッキー。パンツだけはどうしても。おお。びっくりした。兄貴。いや、しかし、なんかあの警備員金に目がなさそうやな。せやな。いや、ほんまに。なんか心なしか、あのだって目つきがやらしかったもんな。いや、ほんまに。やらしかったね。あれ相当金好きやで。いや、でも、ファンティーマスクがやられてしまった現状、とりあえず。せや、俺あのジャッキがあるから。うん。でもあのこれあれちゃうか。これ階段の上に。開けられそうな場所あるぞ。ジャッキー開けれるんじゃが。ジャッキー、俺のジャッキーとロボロの筋肉で。いけ！助けて筋肉。はい。託児所よ、託児所。ジャッキー。開いたぞ。やったー。パンティマスクいる。助けてこの中に。どうした、どうしたんや。中もう一人警備員いた。もう一人警備員いた。危ないぞ2階は。金がある。お前をこの上で魚を焼いて。あの警備員、金に目がなさすぎるぞ。ザコやな。金増えたぞ。100万。これすごい。警備員が増えた。2人の警備員。うん、増えてんじゃねえか、お前。警備員が2人増えた。豚が増えた。え？メモや。メモあったな。ちょっと待って。ポキ、僕は食品業だよ。ちょっと待って、ロボロ。食べよう。ロボロ。何？食べるな。ちょっと待って、これお前に。助けて。みんな来てるよ。こっち来てるよ。おい、待って、金髪おら。よし、これ持ってけ。やめて。ありがとう。これダメだ。そんなに。なんかよくわかんないけど。なんだこれ。なんか本見つけたぞ。やめて。やべえ、金髪。やべえ。本読んでる場合じゃない。やべえ。みんなが頑張ってるから。マブイッピ、向こうにもいるっぴよ。お、あ、ちょっと待って。お前らそんなにアイテム消費してたら大丈夫か、お前。大丈夫か、マジで。あ、やべ、お金。お金なんていらねえんだよ。あー、シュッ。お金、おいしい。ほら、これがええんやろ、これが。これがええんやろ。ごめん。頭悪すぎや、あいつ。あれ？頭悪いとか言ってるな、あいつ。なんだと？ファンティマスク、いつの間に。あ、みんなに助けてもらったんだ、おじき。なるほど、おじきじゃないですよ。待ってー。はい。あ、ダメだ。世界線ではまだおじきじゃない。あ、開いてない。あ、何。そう、今レスキューする。昆布で応戦する、昆布で。いいぞ、やれ。よし、昆布だ、よし。え、昆布いらねえよ。あ、普通に開けてきた。もちろん待って、不思議な指やってやる。何これ。あれ？何やそれは。なんか、あ、お、開いてる。開けるっていう指やらしいぞ。おー、今助けに行くぞ。あー、お金ゾーメンえ、もう400万もあるよ。待て、金配りすぎちゃうか。俺らが行くぞ。ハワイに行くためのお金残しとかないと、みんな。そうだよ、残しとかんと。ほんとだ。そしてみんな番号見つけたぞ、俺は。何を見つけた。なんだこれ。9、米印。あ、ちょっと待って、俺と違うじゃん。あざー、やばいぞ、警備員来てるぞ。はい、急いで逃げろ。これで3階も生きるのでは。うぅー、開いていく。開いた、ないっすか。3階が開いた、ナイス。いや、開いたけど、なんかまたシャッターが閉まってる、これ、行かれへん。
ガン、警備員が来てる、止めたぞ警備員を。ナイス、ムキムキだなこいつ。おい、すげえぞ、今警備員釣り侵入した。やばい、やばい。絶対売り物だ、そこのムキムキ。助けてロボロ、今助けに行くぞ。ドラゾンさんが止まった。あ、てかさ、俺さ、警備室入ったんだけど、侵入したんだけど、すごくねこれ。え、マジ監視カメラ見れるよ、これすごくね。え、監視カメラ、お、マジマジ、コスカメラ見れたよ今。逃げるけども、ん、逃げるけども、あ、嘘嘘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 、俺侵入してないよ、監視カメラとか見てない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 、とんでもないところに見て、死ぬ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 、あ、俺死ぬかも、あ、終わった、いや、まだ俺助かる、粘るな、一人楽しそうだな、なんかちょっと、あ、俺楽しむ、ほら、お金の汁、この人、いや、お金お金ちょっと、ちょっと、ちょっと、あー、すぎ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 、いらないだろって、あらがいねえ、ゾンブー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 、おい、待てよ、ゾンブー、バカせえな、いや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 、死んでるやんけ、これしまーすいません、あれ急に静かになったな、急に静かになったぞ、やらいる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 、もう500万だからもう500万じゃねえんだよ、もういいぞ、さっきがお金ばっかり拾ってるじゃないか、え、おい、おお、なに、おい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 、ちょ、待って待って待って、あー、やばい、待って、めっちゃ捕まってる、やばいやばいやばい、助けに行かないとこれは、いや、やばい、でも警備員が入ってるやん、あ、筋肉いるよ、トラ、あ、やばいやばい、挟める挟める、待って、どっから2回行くのこれ、挟め、挟んで挟んで、そっち行け、ほ、待て、行け、行け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 、おりゃ、待て待て待て、痛い痛い痛い、巻きなさーい、あ、お金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 、待て、いらんやろ、なんで、お金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 、よし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 、いつも足が速い、いやー、あ、やっべやっべやっべ、消火器だ、お前ら、ナイス、あぶね、ラダイマどこ、え、2階にいるよ、2階にいる、2階にすごいいるよ、やべやべやべ、メガネメガネもいるぞ、メガネ鍵薄かったのに見つかったよ、メガネ、いよいよ、待て待て、ほらメガネ、あ、本当に寄ってる本当に寄ってる、ちょっとやめてください、本当にメガネこっち来んだ、メガネ、メガネがメガネが行く、メガネがメガネ、メガネのミッキー、やめて、今の流れ的にメガネのアイガンでもよかったやろ、メガネのアイガン、助けて、久しぶりに聞いた、メガネ足乗ってるじゃん、なんでやばいやばい、こんなところに肉がこんなにある、ちょ、待て待て待て、止めるすめがない、俺には止めるすめがない、あー、びっくりした、やばいやばいやばい、消火器、誰か助けてよ、助けて、やばいやばい、危ねえ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 、オーケー、ラダイマいるよ、真ん中のホールにすごいいるよ、あー、いるいるいる、金髪、いるいる、これはこれはいい、今来てる、やばいよ、あー、これしまー、おい、今絶対金髪のやつ閉じ込められたよ、化け物がいる、ラダイマ化け物がいる、え、なんか、いや、待ってくれ、トントン、おっと、化け物なんていないな、どこだ、これはこうすればいいよ、ではあー、助けて、なんてこれ、せっかく帰ってこれんのか、でも、あ、あ、あ、ウィス、あ、バディ、久しぶり、いやー、ですよねー、チーン、チーン、逃げろ、逃げろ、ちょ、俺本読みたいんだけど、みんなが騒ぎすぎて読めないんで、タイミングがねえんで、これさー、やべー、殺しまって、あ、はい、出るくらって、お、天才か、バディ、やばいって、でもバディ、これ動画的にやっちゃいけないと思う、よっしゃ、いや、大丈夫だ、もう一回炎上してるから大丈夫だ、バディなんで、もう一回捨てしてるから大丈夫だ、バディ、いけるいける、やったれ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 、バディ炎上、バディ、でもちょっと待って、これ一度感発なんて反応したっけ、あ、死んだっけ、あ、死ねえかも、やべ、ちょっと、お前まさか、お前炎上バディ、まさか、お前アイテムバディ、助けに来たぞ、あ、待って、筋肉、早く逃げろ、やばい、来てる、来てるよ、おいおい、お金は見ない、お金は見ない、お金は見ない、お金は見ちゃいかん、ええお金は見ちゃいかん、お金は見ちゃいかん、ほら、正直になれ、吸い寄せられてるけど、自分に正直に、お金は見ちゃいかん、ほら、あー、くそ、くそ、くそ、あー、お金、お金、あー、あー、お金は見ちゃいかん、ラダヤマ、ラダヤマ、おいしいんじゃ、
溶けとるんじゃ、あいつ。あいつ、溶けてる。溶けてる。お水溶けとるんじゃ。600万。警備員溶けてるわ。しっかり貯蓄してる。いや、でもさ、いや、ああ、違う。あんだけお金が汚いってことは、あれかい、借金かい？ああ、ありえそうな。なるほどね。サチュウ、そんな顔してもな。見て、めっちゃ武装した。ね、見て見て、めっちゃ武装できた。やった。嘘、あいつ物持ってるやん、なんで？嘘じゃねえよ。なんかあった。メモも見つけた、メモ見つけたよ、メモも。なんだ、読め読め。なんかね、星星さん。なにそれ、星星さん。なるほど、米印みたいな。そう、米じゃなくて星。あ、み、星アットじゃなくて、みんな持ってるな、それ。なんだ、あ、なんだこれ。だから、なんか、これ記号によってなんか違えんじゃねえか。うわ、かもしらん。見て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 。おお、え、ちょっと待って、うつ先生、なんかお金だ、やった、銃持ってる、銃、やった、金だ。え、しかもなんか、うつ先生、アメフト選手みたいになってる。いや、俺ね、防弾チョッキも手に入れたから。あ、防弾チョッキか、強い、これ強い、お前。でもね、シンマ、おは防弾チョッキはお前が着ろ。マジか、いいのかよ、イケメン。お前が着るんだ。やった、俺、これでシノーケルラガーマンになった。これはあの探索型ゲームだぞ。ホストイレに変態のメモを置くやつは誰だ。お前じゃい、お前じゃい、俺じゃい。お前じゃい、お前じゃい。挟む挟む挟め挟め。みんなメモ見つけたから読んでいい。いいよ、やった、読むよ。お待たせ。建物における自然ガス運用について。何で、あ、何ガス、え、地球をクリーンにをモットーに、我が社では二酸化炭素の排出が少ない自然ガスをして使用しております、うん、この自然ガスは我が社が扱う天然ガス以上に有害性の少ないガスであり、あれ、燃焼効率及び発電効率が非常に高いガスです。おっと。そのため我が社では地下に自然ガスと貯蓄し、建物内にある自家発電管理エリアにて全エリアの電力や使用ガスの管理を行っております。また自然ガスは非常に発火性の高いものですが、強い振動などを感知した場合ガスの供給を非常停止する機能を確保しております。停止後は管理エリアにて専門作業員の入念な安全チェック後、再開レバーを戻せばすぐさま全ての供給が瞬時に復旧されるのでご安心ください。ただし安全確認レバーを解除した時点で点検レバーを下ろしてしまうとガスが放出されてしまいますので、絶対に行わないでください。つまりやれってことだな。どうも気をつけろ。女子トイレ探した時にあのメモ見つけると変態って書かれてるかもしれんからな。聞くしかねえじゃねえかよ。と、トラゾさん、すいません、あの僕積んでしまったんですか。え、これ多分出れない。おっと、優しさで殺してあげてください、うん、殺してあげてください。え、優しさに包まれたなら。ちなみに俺変身するやつどっかに置いちゃった。トラゾさん、すいません、あの僕積んでしまったんですか。え、これ多分出れない。おっと、優しさで殺してあげてください、うん、殺してあげてください。え、優しさに包まれたなら。ちなみに俺変身するやつどっかに置いちゃった。あんだけお前ゲーム始める前に言われてたのに。今気づいた。キクリエ隣来て、はい、開けて。え、開けて、近いの。開いてないやん。キクリエすごい近いの。これもこれで開けれるので、んジャッキ開いた。うわ、あぁ、おい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 兄貴。あれめっちゃ奥に入ってる。助けて。助けて。本当に積んでる。じゃあシンマバディ頑張ってくれよな。本当に積んでるよ。ありがとう。ちょちょちょ。いや俺。いらっしゃい。やめてちょやめてちょ痛い痛い痛い。じゃあじゃあやめよう。じゃあやめよう。じゃあやめよう。やめてくれんの偉い。じゃあ俺やっちゃう。バディ。あ、これ非常事態シャッターなるものが。ある。え、なんだって。オフにしていくぜ。投げ上がったやろこれ。おいシンマ、おいシンマ、あはははは、あはは、あはは、なんとかする、なんとかする、俺は地球を前へ。あ、シンマ
やばい、やばい、島。やめろ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 。あっち行け、あっち行け。あっち行け、あっち行け。何が起きてるんや。あらがえねえ。あらがえねえんだ。おい、お前ら、オクジュールかけ手に入れたぜ、俺は。何だって、天才か。ちなみに、多分どっかのシャッターが開いてると思うぜ。なんか、あ、これは、待って。ここは危険な管理エリア。屋上への道が開いたぜ。なるほど。なんだぞ。いいぞ。プロ。どこだこれ。ファッ。あれ？お前ら重要な資料も発見したぜ。てんてんてん。何？なんだと？ちょっと聞いてくれよ。無能だ。あ。ああ。救急車。ああ。ふわ。優勢。おい、屋上今いいんだけどさ。おお。あのラダヤマってやつ。おお。お。軍隊の人間らしいぜ。え？なんやで？あー、後ろ来てる人！え？誰？あー、そっちか！トラゾノ！ふっ！ふっ！アクロバティック方法！トラ元だ！トラ山の方！トラ元だ、ほら！すまんな、みんな！あー、トラ元！あー、お金！あー、お金！お金！お金！お金なんていらないでしょ！せっかく気持ちよく挟んだのに。全然上開けれねえじゃん。どこだよ、全部お金。全部お金。あ！先輩、いや、トラ。何？先輩、いや、トラ？トラ、何ラだ？先輩だから1000万いきそうだ、次で。でもお前、借金一生があるじゃん。何を報告してるんや。ビクトの兄貴。なんだここ。ビクトの兄貴。どうしたんすか。屋上来た。屋上来た。あ、来た。来た。さよなら。あ、すいません。すいません、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 すいません。いや。おお、おお、おお。いやあなた、みんな聞いてくれ。どうしたシンバ。どうした？何した？あのトラ隊長、ラダオくんがあの先輩って呼んでるやつ、あいつ防衛隊らしいっす。マジで？お、トラ元。防衛隊特殊施設か所属って書いてあるぞ。俺たち、マジで？逃げ切れてねえじゃないかよ。待ってくれ。俺たちは友達、俺たちは同じ同僚。何？え、ちょっと待って、これページ5ページもあるけど読んでいいかな？ちげえよ。いいよ。読んで。ちげえよ。あーちょっと大事な。あ、まずいな。ちょっとあーあー待って、やばいぞ。まずいぞ。な、めっちゃ捕まってない。助けに行かないと。助けに行ったところ、あ、しまった。どっちだ。トゥ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 。あー待って、あーちぃぃぃ。どうした。何。トゥ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 。あざざざ。俺来てるよ。あーやばい、ごめん。誰だ撃ったやつ。誰だ。ビクトラ兄貴、ごめん。ビラキリモノ。ビラキリモノかぶった。何？何？ちょっと待って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 、今筋肉がやばいやつに撃たれたぞ俺今。筋肉。あー。いやー。あー。あー。お金。お金。お金。よしよしよし。俺。今頑張れ。よしよし。いややばい、届く。届くのか。お金に対して弱すぎる。これほんまに。1000万。あれ？やめてよ。ヘリある。え、ヘリあんの。ヘリ？ヘリがある。え、うっせー、見て、ヘリあるやん。いやー、あ、ほんとだ、ヘリあるわ。お金だよ。ありがとうございます。いやー、なんとか逃げ切れたな。ふぅ、危なかった。よかったなー、あれ、二人。お前ら来たわ、お前ら来たわ。いや、でも、おぉ、みんないたのか。ヘリ見つけたって言ってた。あ、お前、ヘリ。そうやねん、そう、ほら見てみ、あそこにあるやろ。あ、あれか。ほんまや。いや、ただ待ってくれ。俺ちょっと重要な資料見つけて。何で？何？ちょっとみんなにこれ共有したい。おう。あの、タイトルは虎本への処分について。え？え？虎本？あの、え、虎本ってあの人やんな。虎本ってあのほら先輩の警備員の方。ああ、さっきおかげで言ってた。あれ、金に汚くない方な。金汚くない方、金汚くない方。うん。ああ。どういうことだよ、処分って。まずプロフィールで虎本泰造、防衛隊の特殊施設課所属機関車。ある任務中、極秘計画アルファについて知ってしまった模様。そのため特殊作戦課へ移動命令をするも、家庭の事情により退職を志願する。しかし極秘作戦アルファについて発覚されてしまったため処分を検討。再就職先としてダミーの警備会社へ送り込むことに成功。現在実戦訓練用に建設を依頼したデパートへ配属。数日後行われる囚人に脱走および回収訓練において、特殊作戦課への配属試験者である地位の助教が到着までの足止め役として動いてもらうこととする。また囚人は回収後軍事刑務所に移送後処分するため、囚人の犯行と見せかけ虎本軍曹を処分せよと書いてある。何やて。えー、だから警備会社に送り込まれてるやろあの人だ、うん、うん、
ざっくり言うてしもたらあの人はめられてるってことじゃん。ざっくり言うてしまう、トラムトさんはめられて後々あの人殺されんでっていう話です。いや実は俺も同じようなこのラダエマへの処分についてっていうのに同じようなことが書いてないで、この本まあ同じようなことが書いてるわ、うん、けど最終的にあのラダエマを処分せよって書いてあるの。つまりざっくり言うとあの人もはめられてるんか。はめられてるな。何ですか。そういうことですね。もう一回言って、ラダエマさんでしたっけ。ラダエマさんですね。プロフィール聞こえちゃって書いてある、うん、ちょっと見てみるね。そこそこは確認が。そこはなん。いや、大吾は特にそういうこと書いてへんわ。あー、つまりでもあの KB2 人は要約するとはめられて処分されかかってるってこと。てか両方とも元防衛隊 かそう、両方とも防衛隊するくらいな。軍隊。しかもお前さっきお前なんかクソみたいな名前聞こえへんかったか。クソみたいな、クソみたいな名前、クソみたいなやつの名前が出なかった。真珠助教の足止め役として送り込まれてるとか言ってるよ。ほらそのクソみたいな名前、 C の助教。あれ聞きおいおいおい、クソッタフみたいなやつの名前出てきたな。おいあいつが来んのかよ。汚い名前してんな。ああお前ら他に情報ねえのか。え俺なんか女子トイレで見つけたこの変態って紙ぐらいかな。いや、いりません。じゃあ俺が取っとくね。いやいや、じゃあいらない。ああ、じゃあ、あるべきところが来た感が。パンティーがないとか言って。あ、パンティーが何言ってるんすか。何言ってるんすか。大先輩に渡しますよ。先輩ほんまに変態としか書かれてへん。お前パンティーマスクとブラジャーマスクのバディが誰がブラジャーこれブラジャーやったお前それメガネちゃったんか先輩メガネに見えてたのこれブラジャーブラジャーやから、うん、お前らマジ無限に大喜利するやろちょいや待ってくれチーノ来るんやろ、うん、チーノ状況が来る前に逃げたったらええんですよ。確かにお前天才か。お渡り向けにヘリやるやんかアルノ取ったんだよ。それアルノって逃げるぜ。あれ逃げるか。あいいねいいね。ちょっとこのヘリでおさらばしようぜ。せっかくいろんなもんガメですよ。金もあるし知識もあるし俺200万ある。てんててんてんててんてん。あ落ちた。どっちから乗ればいいやん。これどうやって乗るんや。どっから。え、こっから乗るの。あれ乗れるこれ。反対が違う。後ろか。あ、はい。そっから乗れる。あ、本当だ。乗れそう。おい。わあ、何だ。なんと。部長って。うわ。え、何これ。うわ、デブあいつ。デブあいつ。え、なんか太ってるななんか。何あいつ。どうした太ったか。おい。どうした。うまかったか。あ、翔太表したね。あ、お前の企みはなんか本で知ったけど、お前なんやお前捕まえるつもりか俺らのこと。ああその通りだ。しかも、うん、お前らの中には俺の内通者がいる。なれて。それを肝に銘じておくんだ。内通者。前回は実習中で装備はあまりなかった。今回は軍隊からしっかりと装備を持ってきた。でも足遅なってますやん。なんかあの体型やったら全然捕まらさそうだ。ほんまに全然怖くねえや。一発どついたろロブロ。一発どついたろお前のマッスルパンツ。いや筋肉見したら筋肉。うわやべえ。危ない。危ないけんなよお前。ちょ待ってヘリは使えなさそうやな。とりあえず一回下がるか。一回下がるか。一回逃げぜ。ちょっとお前たちの中の裏切り者内通者よく聞け。なんや。俺はまだお前が誰か分かっていない。え？だがしかし分かってないの。分かってないの。軍隊の中でパスワードを教えられているはずだ。そのパスワードを俺にこっそりと教えてこい。え、あれ薄いってんじゃねえの。え、どういうこと。ツアーを生み出そうとして薄いってんじゃねえの。いや、多分間違いない。いや、軍隊のパスワードや分かってるって810やろ。多分野獣に違いない。まあ内通者を処分するわけにはいかないからな。ひとまず全員捕まえさせていただく。あいつ暴れてきたのに。お前使えないよ。あいつ武器の使い方も知らんぜ。たまらへんなあいつ。うわ雑魚。うわ雑魚。え、ちょっと待って、うつ先生どこ行った。確かに知らん間にあいつ公園。あ、公園にいる。あ、チーノ授業公園にいるらしいですよ。公園にいるってお前らかよ、お前ら。隣の公園にいますよ。あっちあっちあっち、チーノ授業あっちやって。あっちマジでやめろ、マジでやめろ。あっち行った方がいいよ。あっち授業あっち。どっち。こっちあ、ほら、ここ。あ、違う、左。あ、そう。いいね。ここに隠れてるって。そっち。誰が隠れてる。え、ちょっと待って、うつ先生どこ行った。確かに、知らん間にあいつ。公園。あ、公園にいる。あ、違う、公園にいるらしいです。公園にいるって。お罠かよ、お前ら。隣の公園にいますよ。あっち。あ、違う、左。あ、そう。いいね。ここに隠れてるって。そっち。誰が隠れてる。あ、何も入ってないわ。何も入ってるね。なんかいっぱい入ってるやん、ここ。お、ほんとだ、何これ。パクっていく。やったシュッ。あ、来た、チーノ準備来たぜ。来た。あさってライオンに来た。おめえらしい、追いつけねえよ。
追いつけねえよ、めちゃ。どうする？一回屋上からに、え？何？え？倒せ？倒さないかんの？どうやって倒せ？武器、どうやって武器持ってるやつ。武器探しに行こう。あ、大先生のなんか武器持ってなかったっけ？あ、俺のスレッジハンマーを誰かにちょっと。スレッジハンマー。スレッジハンマー、くさ。え、でもあいつ攻撃効かねえんだけど。おい、でも待ってくれ。完全に武装しちゃう。あいつにあんな通じんのか、ハンマーごとき。あ、確かに。みんな待ってくれぜ。どうしたんだ？思ってんけど、ラダヤマさんたちを仲間に引き入れることはできないのか。確かに、はめられてるよ。確かに。はめられてんだもんな。そうだよな。あれちゃん、さっきの真実を伝えたら、仲間になってくれるんちゃう？仲間になってくれるよ。てか、むしろ、一緒に裏切ってもらおうぜ。確かに。共に脱出、共に脱出、これでいこう。そうそうそう。おー、なんで閉めんねん。何してんの、お前、何してんの。あ、後ろ来てるぞ、チームちょっと来てる。来てる？え、誰が来てるんだ、マジで。おい、叫んだよ、今日、お前。何回もカタカタすなわ。やばいやばい。お、警備員の方々。あ、どうも。いや、ご苦労様です。こちらに脱走を企てた者たちがいるみたいなんで。いや、もうね、大変だったんだよ。早く引き取ってもらえない？あれ？いや、君たちにもしっかりと。あれ？君なんか、働いてもらわなきゃ。どっかで見たことあるの？開けられねえ。なんだ？あ、中堅を続けるの？俺は知らないぞ。俺もね、昔ね、俺らもね、昔防衛隊にいたんだよ。ああ、そうか。お前らも防衛隊にいたのか。チラチラしい会話やな。いや、お前らもしっかり働けよ。オッケーオッケーオッケー。すいません。わかったわかった。あいつなんか偉そうだな、ラダイマ。なんなんだあいつは。なんなんだあいつ。あいつ普段あんな度胸ねえぞ。いや、ほんまに。え、ちょっと待って、さっきさ、その資料見っけたやつ誰だっけ？コネシマと？あ、だから、あれでしょ？資料渡して、そう、見せた方がいいよ。そうだよね、見せたらわかるよね、多分ね。あ、ちょっと待って、なんか扉開いたよ。あ、うつ。マッスル？いや、ラダイマさん、ラダイマさん、ちょっと話聞いてよ。何何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 ちょっと、さっきなんか偉そうな人と会いませんでした？こういう本が見つかったんだけど、あなたこれ読んだ方がいいよ。あなたのためだよ、これ。おい、ロボロ。いや、なんか地位の授業足遅くて全然怖くない。ラダイマさんもちょっと大先生に同じように本見してもらった方がいいよ。本当に。誰の大先生っての利用されてますよ。あ、このあっちの青いの、あっちの青いの、めっちゃ逃げとる。逃げてってるぞ。青いの、青いの本。青いの大先生。バディ、バディやべ。ラダイマさんに本見したらいいや。トロンさん、それ読んでどう思います？それ。ほらほら、ちょ、一回考えさせて。一回考えさせて。ほらほら、どれ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 。本分けさせてあげて。どれどれ。てめ。うわぁ、ダメージやった。貴重な低段銃が。なんだこれ。はぁ。ちょっと考えよう、ラダイマ。ちょっと一旦こっち来い。ちょ、待ってろ。最後のページ読んだら多分待て、待てろ。待て、待て。待ってろ。待ってろ。待てハウス、ハウス、ハウス。お前らちゃんと、はい、動くな。待ってろよ。お前じゃん。お前じゃん。なんだあいつ。中堅を捧げようってあるか、横に。中堅。そうなんだよ。そしたら開くの、それ。ああ、ということは、シンマから見た中堅、つまりチーノの首ってことか。ああ、待ってくれ、待ってくれ。ああ、なるほど。そういうことか。いや、そういうこと。豚で代用できひんか。ちょっと一回やってみてくれ。よし、じゃあ乗ってくれ、豚が。犬ちゃうやん、もう。なんか犬っぽくねえよな。中堅っぽくもねえぞ、正直。3回で。いや、待て待て、待て待て。変に服とかサングラスとか着てるせいちゃうか。なるほど、お前、天才か。よし、頼むよ。わ。俺じゃない感がすごいよ。俺じゃない感。いやー、おもろいな。やっぱおもろいな。でもやっぱ赤へんな。赤へんか。やっぱ違かったか。赤んわ、赤んわ。いや、でも犬っぽいものを捧げればいいんじゃない？犬っぽいもの探そうぜ。なんか犬っぽいものあるかな、犬っぽいもの。探しに行こうぜ。いや、でもね、服着たら。いや、トントン、いや、トントン、そのままでいいよ。さっきの警備員諸君はどうしたの？いや、考えさせてって。俺、なんか待っといてって言われたから、待っといた方がええんか？いや、もうやろ。ええやろ。いや、まあ、観測しながら、後でお返事くれるやろ。俺、一回行くね。俺もバディの元行こうかな、じゃあ。あ、それ、バディ。行こうぜ、バディ。あ、バディ。バディ。あ、え、バディで動くの？装備が重てぇ。筋肉と筋肉。やせんか、バディ！すいません、ラダヤマさん、すいません。まだ考えてるだろ。まだ考えてるか、すいません。考えてるだろ。忘れたんだよ。やだ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 痛い！ん？This attack must be prayer! This attack must be prayer! 魔法で殺されてる。なんだこの魔法は？コネシマ、お前が内通者か？いや、違います。パスワード言え。知りません。パスワード？落ちた。パスワードあれ？え、そういう強制力あんの？この無印行ってみるか。他のやつがいねえな。
お、ご飯あんじゃん。あ、ちょっと待って。あ、ご飯も今肉が欲しいから俺に言ってくれ。あれ、今肉を60分あるから。俺もマックスあるわ。草めっちゃ持ってる。割と食べてるな。いくらでも。おい、ポケットビチョビチョちゃうんか、それ。俺の汗でちょっと塩味もつけといたから。多分美味しく食べれると思う。ちょうどいいやんばいね。え、犬っぽいもの探せばいいんだね、犬っぽいもの。なんか犬っぽいものかなって思う。いや、あ、ジェストの絵とかやったわ。どこだろう。何が？え、犬っぽいもの？いっぱいある。あ、違う、ゾムに向けて。あ、違うか。え、ちょっと待って、これ大喜利じゃないよね。え、違うと思うな。これは追いつかねえ。さすがに大喜利ではないと思うな。さすがに大喜利ではないと思うな。犬っぽいもので笑い、あの、変に笑い取りに行くやつじゃないの、これ多分。なんかそういや、誰かが言ってたけど、何やったっけ、レバーがやばいんやったっけ。なんか一回にあったよ。あ、そうだ、自然ガスアーダコーダ室になんかレバーがあって危ないみたいな。自然ガスアーダコーダ室。おい、シーマ、どうして、ちょっとこっち来てくれ。このレバーなんだ、何が変わったかわかるか。オネシマがいないぞ。え、何もわからへん。でも非常事態シャッターやからどっか開いてある、閉まったりしてるんだろうな。これどっかが、うん、どっかが動いてんだろうな、これ。待て、これ動かしておこう、動かしておこう。待て、こういう時はこう、先っちょ何か、これ非常事態で何かがシャッター動いてるよ。あれ、待てよ、これもしかしてガス室か。でもさっきガス室見てたけど、特に動きなかったような。なかったか。全然チーノ見ひねんけど。あ、俺たち、俺もお前たちを見ないよ。あ、探してんのね。あ、いたいたいた、1階の真ん中にいるよ。いますね。本当に俺たちのことを探してんのかい？おい、ロボロ、お前が内通者だろ。早くパスワード言え。いやー、なんか変なこと言うな。内通者めっちゃ探せよ。あれー、ほんまに内通者。あいつ、あれちゃん、内通者がいると思い込んでるんじゃないの？あ、という内通者。そういう異常。てか、これ本当はもう分かってんじゃねえの、実は。あ、これで。これさ、あ、いた。おい、ピクト、やべえ、やばいやばい、強すぎ、あの武器。え、強っ。デスマジックプレイヤー、強い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 。デスマジックプレイヤー、そんな強い。デスマジックプレイヤー、くそ。よし、これで逃げられるだろう。バディ、大丈夫か。大丈夫だ。なんか、カチャカチャ言ってる。カチャカチャ、カチャカチャ。一回ずっとカチャカチャ言ってんだけど、なんで。カチャカチャ、チャカチャ。あれですか、もしかして誰かベルトの音でも鳴らしてるんですか？なんで、なぜ脱ぐ必要があったんですか？そらだってブラジャーパンティー、あ、ブラジャーマスクとパンティーマスクおるんやから、そらな。ブラジャーマスクとパンティーマスク。でも俺はもう脱いでるから違うな。おいおい、どうした？どうした？犬の頭見つけていく。何？何やって？何だと？何だと？さっき特殊作戦課から通告書を見つけていく。なんて書いてある？ちょっと待って、読むからちょっと待ってよ。おう。え、館内にある3桁の暗証番号、コメコメコメと書かれた紙が3枚ある。それが君の耳を象徴する鍵。左から順番通り覚えろ。他の囚人には取られるな。それがスパイである君のミッションだ。え、ガチやん、これ。スパイガチでいるってことやん。いや、しかし待つんだぜ。その噂のパスワードっちゅうのはまだ全部見つかってない上に散らかってる。つまり内通者もパスワードを見つけれてねえってことじゃねえのか。え、なんかさ、パスワードっぽい数字見つけた人いたけど、あれなんて書いてあったんだっけ。おい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 、お前が内通者なのか。そうやって情報を集めようとしてるんだね。あ、おい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 、正体現したね。それだったら犬の頭なんて見つけねえぜ。誰も信じてないぜ。なんでや、犬の頭見つけるという貢献をしたのになぜ信じてもらえない。あいつはほんまに、まあ、違いますよ。なんだろうな。違いますよ、うん、いや、でも言わへんよな、普通。あ、やばい。マッスル、マッスルがマッスルがやられた。マッスルやられてる。ロボロがマッスルがやられているぞ。ほら、待てよ。これは助けに行かなければ。何回や。行かなければ。2回です。助けに行かなければ、これは。あざー、ピクトー。そして肉をくれ。肉をくれ。もう助かってるやん。マッスル、肉ちょうだい。早いな。いくらでもやるぜ。ほらやったぜ。あ、来てるよ。うわ、いる。やばい。おピクト、お前が裏切り者か。あ、そうなんですよ。だから一旦ちょファッファッファッ。ピクト、パスワードを言ってみろ。ちょ待って、ちょ信じてくださいよ。レバディシーマー。いや、そうなんですよ。パスワードですか。おお。9。よいしょ。ちょまだ言ってる途中じゃないですか。ちょっと言ってる途中じゃないですか。ちょっと。バディ、今助けるぞ。さすが。なんだ。さすが。ブラジャー助けて。ナイスブラジャー。
聞いてねえ。バディしまった。あ、いる、やばいやばい。犬の頭を捧げよう。ナイスナイス。犬っぽいものを犬っぽいところに捧げようぜ。ピクト何言ってんだか自覚を防いでる。その間に今のうちだ、今のうちだ。こっちだ、こっちだ。くっそー、ここや、捧げろ、捧げるんや。捧げていけ、オッケー、くよし、俺が引き付ける。へいへい、チーノ、へいへいへい。おお、割れた、割れた。ええ、後ろ、お前、トモテムもらう。わかる、わかるか、めっちゃいっぱいあるやん。ちょっと、アイテム、もりもり、もりたくさん。え、ちょっと、このトモテム。お、偶像。猿、猿、猿。お前が裏切るものか。死ぬ、死ぬ。お前が裏切るものか。バリー、待て。日本と取らんでいいんか。助けて。パスワードが言えるはずだろう、お前。日本と取れんの、これ。やめろ、やめろ、ナイス。お、偶像。猿、猿、猿、お前が裏切るものか。死ぬ、死ぬ。お前が裏切るものか。バリー、バリー、待て。日本と取らんでいいか。助けて。パスワードが言えるはずだろう、お前。日本と取れんの、これ。やめろ、やめろ、ナイス。パスワードは、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 やめてください。あんた、逃げちゃったよ。うえ、助けて。死ぬ。一回見逃せ、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 見逃せ。おい、トントン、トントン、これ取れるぞ。これ、それ取るなよ。それ天使品やで。バディ、バディ、いや、やりすぎよ。俺らはもう犯罪者。バディ、来てる、バディ、バディ、バディ、おいおい、見て、おい、この剣やべえぜ。何？呪いすら切り裂きそうな日本と攻撃した相手を檻に送る。おいおい、おいおいおい、え、それで次の時やるんじゃないの？それはやれるんじゃないか。やべえ、タバコ落とした。あ、やめろ、バカお前、バカお前、バカ、死ね。日本のサムライソードでぶち殺してやります。誰か、あの、塩かき。あー、バリー、やばー、あそこに、次の時間せめて、大先生を行け、行け、消火器など使うんや。まず一旦バリーを助けていく。ナイスバリー。あー、やばい、何、あ、びっくりした。あ、何、誰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 、と、とりあえず一回、何、キバイバイ、トントン、おー、行け、殴れ、殴れ、おじけ、おじけ、おりゃー、おりゃー、おりゃー、ぶっこ、ぶっ殺してやるぜ。見に行こうぜ、見に行こうぜ、見に行こうぜ、見に行こうぜ。あれ、変わったんじゃない、あいつ。おいおい、これ、俺が送り込んだやろ。あれ、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 隠れてる、隠れてる、あれ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 、おいおいおい、あ、出たい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 。これが見えるか、お前ら。うわあ、なんだそれ。もう一回行け、お前、もう一回降りに行け。ほら、いいぞ。いや、チーノ、とりあえずぶっ殺しとった。やったったな。いやー、やばい、見やがれ。ナイス消火器。ちょ、待って、でも、トントン、お前、ん、刀どうしてる。あれ、切った時の衝撃と、あの、人間切った時の衝撃でもうぐちゃぐちゃなってるから、骨で止まっちゃったんやね、骨で。まあまあまあ、確かにあんだけ分厚いアーマー叩き切ったらそれは壊れるわな、あれ。いや、もう、あの、キャストオフさせた時にはもうだいぶボロボロやったけど、勢い止めれんくてもそのままチーナモコで行ってもうた。あーね、まあ良かったんちゃうか。まあでも良かった、良かった、良かった。いや、でも、でもこれでさ、もう敵もいなくなったし逃げれんじゃん、俺ら。ああ、確かに。これとりあえずでも、まあほら、まあじゃあ最後に挨拶して帰るか。挨拶だね、イギリン行こうぜ。俺に入ってる言うとったし、俺に思うとこ。え、まだ殺してはいないねんな、その感じだと。いや、あの、ぐちゃぐちゃになってるだけだと思う、多分。ああ、下手したらちょっと、あの、胸に、あの、あれかもしれん、あの、一生治らへん傷できてるかもしれへん。ああ、まあ結構鋭そうやったしね、あれ。もしくは袖なくなってるかやな、もう。ああ、はいはい、そんだけ逆に。スギちゃんみたいになってるだけかもしれへん、もう。おしゃれなだけやん。あ、俺あるやん。おしゃれか。俺あったで。おる、おる、あいた。うぃー、どんな気持ちいい。ねえ、今どんな気持ちいい。どんな気持ちいい。どけろよ、お前。おい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 、お前ら日本刀はあかんやろ。あ、え、生きてる、まだ。あ、るんや。あ、でも、まだ大丈夫だよな。あ、よかった、俺もまだちょっと前科に殺人はつかへんかったみたいわ。よかったな。よかったな。よかったわ。あ、まだないんや。障害ですから、障害で。で、どうしたの、どうしたの。内通者がお前ら全員ぶち込んだるからな。内通者、ほんまにおるんすか、そんな。そんないなかったけどな、さっきから。誰やねん、そんな。全然おらへん。内通者がいると思い込んでるやろ。あれやん。だから、せっかくお前がパスワードのことを隠しといたのに見つけられへんかったら雑魚やろ、そいつ。そうね。どれみちそんな有能ではないで。そうそう。今、言われてんぞ。言われてるぞ、内通者。えんか。えんか。おい、えんか、内通者。誰だよ。もしかして、ほんまにおんのか、そんなやつ。あれちゃうか、いなさそうです。あれ、誰誰誰、何何何、
痛い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 痛わらまじえ、じゃあもうこのままヘリ乗って終わるやん。じゃあな、俺もヘリ乗って行くから。じゃあバイバイ。パスワードは931クソいいよ、お前。じゃあな。もうヘリまでブーンよ。楽勝ですわ。いやなんだかんだ紆余曲折だったけど楽勝やな。いや楽勝だな。楽勝。これからハワイで。いやワイハーワイハー。そうね、バカンス楽しもうぜ。わー楽しみ。いや任してくれ、お前飛行機のパイロットでやる。わしがブン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 ヘリクリ飛ばしとるかな。いいぞ。お前全然パイロットやったのか。いけそうやな。ちょっと酒飲んで飛ばしたらちょっと捕まっただけの話。なるほどね。まあ安心できね。不幸中の不幸やな。どっから開けたらええんや。とりあえずこのヘリで脱出じゃい。よし、行って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 行あいつキャリアって顔か？なぜか仮想隊長ですかそれ。え、てか前科者がキャリアってなんなんマジで。ほんまに。お前無理でしょ。もしかしてあれですか、犯罪のキャリアですか？あ、そういうことか。あれは。じゃあさよなら。夜だった。じゃあ待てよお前、どこ行くでお前。話聞け。回想長いの嫌いやねん。じゃあ帰るね。お前らこのヘリで逃げられると思ったんか。甘いわ。ええ、ちょっと。何や何や何や、バカすんな。落ちた。あ、どうも、チャンス。え、これ粉やん。はは、おいヘリが粉々だぞ。ゆくぞ。えおい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 、裏切り者を倒せ。逃げるもんなら逃げて見やがるか、この野郎。あ、ちょっと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 、すごい。え、何それすごい。めっちゃ逃げてみ。え、でもエイム雑魚。でも離れたら全然頭いいやん。あれが、うわ、まさかバディが内通者だったとは。何？え、ちょっと待って、バディが内通者やったらピクトの兄貴もあるじゃないですか。いや、ほんまピクトの兄貴。いや、違う、おい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 、みんな仲良くやってこいな、ほんと。いや、でもとりあえず、あれ、あれ、あれ、あ、どうも、あ、あれ、どうも、どうも。いや、もう、俺ら騙されてたみたいだから、もうなんか、ちょっと反乱を起こそうかなって。いや、でも、いいぞ。待ってください、でも、それがいい。やべえの来てますよ、今、ちょうど。そう。よし。あれ？なんかいなくない？人。あれ？あれ？あれ？ちょっと待って。あ、なんかいる！よー、お前ら！あれ？あ、逃げてみろよ、俺！やべえ、やべえ！あの中華機をもろともしてねえ！あれ？何してんねん、あいつ。おい、一人一人。あいつ、おいおいおい。大丈夫、後ろ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 ！バリ後ろ、バリ後ろ、バリ後ろ！おい、閉めるな、誰だ？閉めるな！ちょっと待ってくれ、待ってくれ、閉めるな！はい、近いんじゃない。ああ、仕方ないんだ。これは仕方ない。いやもうこれは助けよう助けよう。開け方を知らないとでも。なんで開けられんのか。いや、やべえ。てか、待ってくれ。うわ、第三分隊許さまし。あいつまで許さねえ。やばいやばいやばい。ああ、ちょっとめ。助けて助けて。どうもやられた。ありがとう。いやいや、これね。いや、実は方法がある。方法がある。何？何？何？いや、このね、建物は訓練施設らしいんだ、実際。はい。あ、書いてましたね。ああ、そうだね。続く、続く。訓練用の燃料と爆弾の材料があるんだ。はい。材料？材料。それを集めてくれば、俺もともと爆弾のね、部隊にいたから、爆弾作れるんだよ。それで壁を破壊して逃げるか、なんかすれば、出れんじゃねっていう。マジっすか？あと、このラダヤマンがね、もともとハッキングとかやってたから、最悪ここの自然ガスとかうんぬんかんぬんを暴発させて、なんかもうここら辺をドッカーンやることも可能。え、ハッキングやってたんすか？任せな。ハッキング、もうカタカタや、もうカタカタ、ほんまに。いや、もうハッキングのせいでもうクビになってるか。そう、やらかしちゃったからね。ああ、そういうことね。とりあえず必要なもの言うから。はい、火薬、新刊、あとね、時計のようなもの、目覚まし時計かな。おお、これと管理室の鍵、あと戦車の燃料、これを集めて俺の元に持ってきてくれ。わかりました。わかりました。わかった。いるよ。
いやでも任せてください、なんとか集めてみせますよ、OK、ほんでラダオ君はカタカタすると、もうカタカタよもう彼いないと戦車だと直せないか、そうなるほど、わかりました、じゃあ探していきますね、探し行くぜ、裏切り者を良きタイミングで出してくれ、裏切り者開けていいのか、俺も裏山も OK だよ、お金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 ラダマ、なんかめっちゃ入ってるな、はい、これ、はいはい、いいぜ、あ新刊があるぜ、何ナイスか、ナイス見せろぜ、あんねんな、俺これ積んだ、どんなクサ、これ新刊じゃないか、どれロボロが持ってるぜ、あびっくりしたぜ、仲間やったこの新刊渡しておくぜ、えこれ頑張ったら出れんの、あそれか、お前らあ逃げろ逃げろ逃げろ、あやばいぞ、牢屋を開けようとしている、何何それはまずい、それだけやばい、ダメだ探し行かなきゃ、わおわおダメそう、ピクトさん何来てるのか、えあ本当だいつの間にあやばいぞ、牢屋を開けようとしている、何何それはまずい、それだけやばい、ダメだ探し行かなきゃ、わおわおダメそう、ピクトさん何来てるのか、えあ本当だいつの間にいやでも防具着れば若干ねダメージは軽減できるかもしれない、あそうなんだ、何やって服着よう、すいません、あ間違えた、猿落としてもった、猿火薬どこ、火薬すいません完全に積んだ多分俺と同じとこ、まさか扉では、いや扉ではこれ頑張れば出れんのかな、あ違う、えどお前が裏切り、どんなとこにいるんだ、どこにいるんだあいつ、パスワードは853、いらっしゃいませ、そしたら探すぞ引き続き、よし探せ探すぜ、え、なんか、新刊が見つかったんだっけ、もう新刊見つかった、火薬はまだか、仕方ないけど、全部一回見たのも含めて開けていくぜ、いや、そうなんで、多分、はい、見ていくぜ、セットされてる可能性あるよ、なるほどね、デパートとかに火薬コーナーってないの、ないですねあるわけないやろ、危なすぎるじゃろ、確かね、目覚まし時計は、なんか相当隠れてるつもりかてーめー重要な情報が重要な情報が消されたっぽいっつだ、いやでも、あいつなんかサモなんか見つけましたみたいなこと言ってましたけど、あいつさっき俺のこと普通にスルーしてるんで、やっぱあいつがバカバッすよ、いや、声出しなかっただけだよ、下手くそ、あ、届かないよほらあ、待って、声出してないって言うけど、これは戦車の燃料だ、お前あれやで、あの家に戦車の燃料を見つけていく、ナイスだ、あるぞ、お、いいぞ、さすが変態だけじゃないぞ、さすがパンティーマスク、さすがパンティいる、とりあえず撃つと俺が引きつけておくぜ、あいつはガバガバすぎて何も当てる、よしよし、これね難しいよ、あとはあとなんだ、目覚まし時計と火薬だ、火薬、火薬、こっち、火薬は倉庫っぽいとこにあるんですか、倉庫、目覚まし時計は多分倉庫っぽいとこじゃなかったかな、倉庫っぽいとこ、倉庫っぽいとこ、ただこれ管理室の鍵がないと開けられないんだよね、あれ？え？ラダヤマ、ラダヤマさん語れないの？語れないの？いやそこは語れないな。ああ語れないですか？もう百兆とかいい感じに警備システムハッキングして全部の鍵勝手に開けないで。使いどころが来たよな。そうですね。M4 の目覚まし時計あった。おお、はい、ナイス。あと火薬だぜ火薬。あと火薬と管理室の鍵。火薬か。でもだいぶ一回探した気がするけどな。あ、火薬あったー、おーナイスだー、ラダヤマ使えんじゃん、いや、でもやっぱラダヤマどこだろう、あ、いたいた、しょうがない、お金あげる、あ、やったー、え、何あ、やるんだ、え、よしよしよし、あ、来た来た、久しぶりだなお前ら、何も言わずに来た、よしてめえ、あ、挟まる挟まる、あはははは、助けてーあいてー、挟まってるよ、いてててててて、やば、挟まってる、抜けたかな、バリル、あ、やばい、くる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 、なったー、やばい、くる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 、なったほら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 、あ、だいだい、あ、話せろ、壊れに、あ、こっちいいな、決めろ、ジェストは危ねえ、挟まってない、危なかった、よかった、危ねえ、わぁ開けてやがる、わぁすぐ使ってくる、やばいやばいやばい、バディバディお金バディお金バディお金、あ、お金、お、あふわっちテレポート、あ、バディ、あぁてめえ、いけ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 、そうはいかんざき、よしよしよし、パールが強い、これ当たる、危ない危ない、助けて、動けない、今のうちに、よしよし、今のうちだ今のうちだ、全然見つかんないんだけど、誰か何か見つかったか、下手かな、ツーよし、あと鍵だっけ、
ほら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 、お前来いよ、おいおいおい、来いよ、おら痛くないぞ、そんなに。やばい、ナイフ、おいおいおい、おい、おらって、おらほら、ほら、来てみろ、ほら行っちゃうよ。え、そう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 。ラッタ一応よ。いやいやいいよいいよいいよ。ラッタ？いいよいいよいいよ。でもそういうことはラッタって誰や？あ、いいよ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 。ラダヤマだよ、ラダヤマ。ラダヤマラダヤマ。いいよいいよ。あ、こいつうまいわマジで。どうした？うわ、なんかゾメゾメ倒れてる。あ、いた。あっちにもチェストがあるぞ。あの僕2回行くんです。はい。どうかねえ、ようやくコツをつかんだところにはエンダーパールが切れそうだぜ。あでも申し訳ないけど、ワイ猿持ってるから出れるんだよな。え、そうなん、猿のかなんか人形持ってると出れますよ。出れますよ。出れますよ。うん、じゃあ、何やって。はあ、相手するだけ無駄やん。そこで使うのもったいないんちゃうか。あ、もう使ってる、オッケー。なんか俺、変身マルキンバル持ってんねんけど、ない人いる？あ、俺。お前いらん。いや、いらん。なんでよ。お前いらんやん。もう変身する人ないやん。だそんだけこっち防具着てたら変身してもバレるで。俺らは持っていいのか、それ。というわけで変身。何？ああ、確かに。くださーい。虎本さんと、ラダヤマさん。あ、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 後ろ、後ろ、いいよ、通って。後ろ、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 後ろ。ダメー、遊ぼうぜ。こっちまで、おお、走ってこいぜ。走ってこいぜ。テクテクテク。ジェ走ってこいジェ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 、おい、あ、ゾムがやられたようだな。ゾムがやられたようだな。しかし大丈夫だ、ゾムは俺たち四天王の中でも最強。終わった、終わりだ、なくね、終わりだもん。待ちなこねしま、大先生やめて、おら待って、お前、おら止まれ、やめて、やめて、お管理する鍵あったぜ。あった、鍵か、やったぜ。あれってことはもうこれ探すもんだけね。おおおおってことは管理室行くだけでは、ということは、これもだってもう見つかったでしょ。マッチョ、こっちだ、こっちか、多分パンティーマスク。もう探すものはないってこと。もう見つかったっしょ。ないね。おお、出せ、おお、出せ、カタカタカタタイム、カタ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 タイム、クルーラカタカタタイム、じゃあ来ちゃー、あ、ここか、管理室来ちゃー、じゃあ、やばいやばい、お前ら落ちてますよ、落ちてます、落ちてます、やばいやばいやばい、入り込め、あ、あ、あ、許せ、あ、クソ、止められてる、今日は危ない、ギリギリ止まうじゃん、ほら、やばいやばいやばい、危なかった、あ、死ぬかと思った、クソ、入っていいの、入っていいのこれ、入っていいのかこれ、いや、これ怖い、いや、消火器えぐいな、これ、これ何すんだ、これ一旦かわさないとやばいんじゃないかな、開けれたんだぜ、お前の出番だぞ、どこ、ラデハさん頑張って、部屋、安全からだ、安全から、はい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 、安全から、ラッタ、はい、元気そうだな、あ、壊れた、はい、あ、行かれる、バカがや、おらおらおら、あ、助けに行くべ、助けに行くべ、ダメだ、消火器エグいわこれ、は、あ、あ、これ逃げたと、猿の偶像の力、うん、美味しいぜ、なんだこれは、俺たちはどうすればいいんだぜ、どうすればいいんだぜ、あれ、点検用のガス解放レバーがついてないぜ、出すんだ、いや、ラダイマ、オンにしないと、つけないと、点検用の方も、あれつけたけどな、取れちゃったのか、行くっぺ行くっぺ、あ、いや、追いかけられてる、追いかけられてるよ、あ、あ、来てる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 、許せばにぃ、あれ、どこだっけ、こっちこっち、こっちよ、こっち、反対よ、こっちじゃない、こっちよ、はい、あ、こっちよ、あ、でも、向こういたわよ、さっき、ありがとうだぜ、さっきいたわよ、大丈夫、来てるよ、来てるよ、いるぞ、わーっ、あ、来てるやん、来てるやん、美味しそうな小根島、と、筋肉、いや、筋肉、よっしゃ、お願いします、どうしよう、チームがばいからな、お願いします、あれ、安全確認レバー下がってるような、下がってる、あの、ここだ、ここ、こっち、こっち、こっち、点検か、点検か、レバーがもう一個ついてない、こっち何もついてない、何勘違いしてんだ、やらしいあいつ、カブカタカタわかってるぜ、カタカタ、おお、出ていく、逃げ爆弾設置する、あと5分、あと5分、どこに行けばいいんだぜ、行くの、あ、これ俺セリフで聞いた、戦車の中だ、戦車の中、戦車、戦車、戦車、オッケーオッケー、今こそこれの潮時、俊敏ポーション、戦車だ、
え、今こそ使用時。お前たちどうやって来たのこれ。あ、え、あれ、あ、突っ込んだけどこれどうやって入ってきたっけ。上じゃなかったっけ。上2階からかこれ。確かこっち。え、でもどこだっけ。あ、ここの、あ、そっちがそっちが、この辺のどっか、この辺に穴が開いてたはずだぜ。だべこの辺だべ絶対。穴の場所が分かればそこに行くルールってのが分かる。あ、行くぞ。どこぜ。あ、やつらは戦車で逃げようとしてるんか。え、ちょっと待って、全然分かんねえ。どこや。やばい、どこだっけ。やばい、時間は過ぎてるぞ。ここ。あ、どこ。ここじゃ分からんよ。ここ。なるほど、ここじゃ分かんないよ。ケニー室か、いける。あ、そこか。いたこのまっすぐ。あ、こっちこっちこっち。はしごある。上がっていけば。こっちどうだ。ここあの透明化してる人、透明化で見えてないよそれ。こっちこっち透明感飲んでる。確かに。あ、飲んでるのか。美味しいです。ずっと透明だな。あと5分。あ、やばい。あと3分。やばい。絶対出すなやつらを。やばい、時間が。警備室ってことはきっとアコに違いない。俺は行くぜ。ブーン。そうだ、その時こそ俊敏のポーション。ブーン。警備室。絶対に託児所のここだ。きっとここに違いない。ここだ。うわあ。持ってるな。あっ、くそら。今だ。おい、それやめろ。お前、それは反復やろ。今だ。今だ。どこだこれ。うわ、見えねえ。ダクト通っていく。はい。よしよし。よしよしよし。バカメガネが。よし。バカメガネ。ほら。早くドラ。やばい。ドラ元。ドラ元。いけるか、いけるか。いけるか。上がれ、上がった、上がれ、ほら、弾けろ、よし、いける、走れ、いける、走れ、時間が迫ってる、逃がすな、あいつらを、え、どこ、あ、そこか、こっちだ、そっち、逃げ込め、ここだ、逃げ込め、じゃあ、みんないる、早く乗って、もう来てるよ、早く下がって、早く、はい、よし、はい、押さない、透明いるよね、これ。はい、オッケー、入った、教えて。早く、早く入って。じゃ、ということで、さよなら。よし、閉じた。イエーイ。なぜこうなった。あぶねー。たまねーぜ、マジ。おい、違う、バランスしてる。なんだ、これは。逃げろ、お前。あ、ダメだ。おー、すっげえな、これ島、風穴開けるで。あ、すげえ、マジで爆発したじゃん。なんか、俺らの戦車ごと粉々になってるよ。うん。いや、でもよかったな、うん。いや、ほんまに、いや、助かった。いや、ほんとに、いや、ピクトの兄貴。バディ、ごめんな。いや、あれですね、最後は仲良くできなかったっすね。そうそう、いやでもピクターの兄貴、あいつ裏切り者だったっすから。やっぱ前から怪しいと思ってたんだよな、あいつ。あ、そうなんすか。いや、そうなんだよな、一緒にいる時から何か怪しかったけど。やったか。いやでも、金も手に入ったし、心置きなくハワイ楽しみましょう。あ、Wi-Fi 行きましょう、Wi-Fi。君たちハワイ行くの。あ、はい。え、はい、行きますよ、一緒に。行きます。まあ、一応お金あるけど。金ならあるしな。金なら。あ、本当だ。やばい。1億あるって。何千万いくら持ってんの？借金って言ってたのに。1000万。おお。でも海外に逃げればまあまあ確かに。飛んじゃう。これを元手にしてまたね。確かに。1000万。よし。飛んじゃう。ちょっと家族連れてっていい？あ、いいっすよ。ああ、もう全然。いや、行っちゃいましょう、みんなで。連れて行っちゃいましょう。え、あのラダヤマさんも家族いらっしゃらないんですか？いや、いらっしゃいます。いる。え、連れてきたらいいじゃないですか。連れてきたらいいじゃないですか。金ならあるでしょ。あ、金ならあるでしょ。え、行きましょう。じゃあそれ。
十分あるぞ。十分あるやん。いや、なんで。私とかいっちゃうか。はい。よし。いや、じゃあ、Wi-Fi行きますか。Wi-Fi 行きましょうか。準備バッチリよ、もう。じゃあみんなこのトラクターに乗っていくこれで行くの行っていくか遅いよこれで空港まではきつくないか遅いよこれいや脱出したけどいや疲れたいやしくさったったわほんまいやなんやったっけいろいろ大変だけど楽しちゃったな最初なんだからなほんまあんなとこ行ってられるかいっちゅう話ですよほんまそれなの生きり散らしたチキンの中京とかいいやつほんまほんまくそよほんまでもいやせっかく出たんやしちょっとやっぱもうこんなとこおさらばしてハワイでも行かへんいや間違いない発想がすげえ天才がいやでもさハワイ行くならさ俺らこの学校じゃ行かんしょあそれや確かにこのままじゃダメだこれじゃ行かんしょということは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 お前生かした服装だよ服がいいぞ服お前服いや買う必要はねえなパークルに行くぞお前いやだから俺らさあほらデパートに先生に突っ込んで今あもう突っ込んで後だったんだマジかマジか行動早いな俺たち待て小根島さんお前アホやろお前おいお前